マルクス・サルウイウス・オトは、ローマ帝国の皇帝。四皇帝の年の第二番目の皇帝。オト家は、エトルリア系の出身で、貴族階級に属したが、失政感を出したのは、オトの父ルキウス・サルウイウス・オトをはじめとする。ルキウス・サルウイウス・オト・ティティアヌスは2位。なお、父ルキウスは、ティベリウス帝と親密な関係にあり、 過度な愛情が注がれていたこととティベリウスとの物理的な類似性から、ルキウスはティベリウス帝の息子ではないかという噂につながったは、ティベリウス帝の彦にあたることになる。あとに、滑稽アヌスは、おじ、オトの誕生日を祝ったことで、ドミティアヌス帝によって処刑された。滑稽アヌスに、祭祀は確認できず、オトの血縁は、滑稽アヌスの代で途絶えている。オトは、 皇帝、ネロの第一の親友で、若い頃からの遊び仲間であった。ネロと男色関係があったと言われている。ポッパエアサビナの夫であったが、58年にネロがポッパエアとの結婚を望んだため離婚した。同じ年、ネロは夫をルシタニア総督とし、ローマから遠ざけた。総督として真面目に仕事に打ち込み、全盛を敷いた。そのため俗州民に人気があった。 ガルバとは親戚関係にあり、その反乱と即位を支持した。このためトは、このないガルバが後継者に自分を選ぶものと期待していたが、69年1月、ガルバはルキウスカルプルニースピソリキニアヌスを後継者に指名した。期待を裏切られたトは、二人の暗殺を計画し、23人のプライトリアニを買収した。ガルバがピソを後継者に指名してから日後、 二人は暗殺され、オトは定位についた。しかし、ガルバの治世末期に、ゲルマニアで反乱したアウルスイィテッリウスはこれを認めず、なお兵を挙げて、ローマに迫った。オトは、ドナウ川付近に駐留していた軍団を呼び戻すことを、図るなどウィテッリウスに対抗を図ったものの、ウィテッリウスは、クレモナ近くで、オトの軍を破った。まだ挽回の機会はあったものの、 敗戦の法を受けた音は自殺し、短い治性を得た。後に、歴史家タキトスは、極めて早い段階で自死したことが、市民間の流血を避けたとして、音の死にざまに高い評価を与えている。ありがとうございます。